皆さんこんにちは、プラザ投資の伊藤です。今日は7月の16日土曜日です。今日皆様にお話しするお話、それは7月の第、1週、7月の8日の週にですね、外国人が久々に大きく買い越しをしたという話です。そしてグロース株にも仕掛けが入りましたよというお話です。それでは順番を追ってお話しさせていただきたいと思います。まず見ていただきたいのは、この7月の8日の週、1兆2000億近く買ってくれたんですけども、これは6月の17日の週に1兆7000億持ってるものの買い戻しにしか過ぎません。ここら辺の買い戻し余力を考えますと、まだ8000億ほど買い戻す余力があるのではないかと思っております。それにしても気になるのは、このゴールドマンサックスがですね、売り玉を少しも減らしてくれてないんですね。じゃあゴールドマンがこの売り玉を減らすような状況はどういう状況かというと、やはり、日本が消費税を増税しているような限りは、彼らは買ってこないわけです。じゃあ消費税に関して財務省が譲れないならば、せめて投資減税ということを考えていただきたいと思います。どんな減税があるかというと、外国人は払ってないキャピタルゲイン課税、日本人は払える人がいなくなっているキャピタルゲイン課税、こんなものを廃止してですね、なんぼ儲けても構いませんよという税制を引けばいいんです。税金が入らないという文句言うならば、言うとりでを少しだけ取ればいいわけです。それによって日本はちょっとこれは税金に関して優遇する国だという印象を与えまして、それが爆発的な買い戻しをする可能性を秘めているのではないかと私は思っております。それでは、今日のお話の主題です。グロース株に久々の買い、ここに153億、久々に買ってくれたんですね。こんなに買ってくれたことはなかったことです。そして、当然のことながら、今までずっとこれ年初から見るとほとんど売り越しですので、そして新規の買いが初めて入ったということです。どんな銘柄が買ったのかということですけれども、私は3つほど候補を持っておりますが、そのうち1つは、先日の講演会で申し上げた銘柄なので、まだ明かすことはできません。ご興味の方は、会員登録していただくか、講演の CD を買っていただきたいと思います。次は日経平均の月足の判断です。月足、今月は先月の陰線の中に陽線がはらんでるという状況です。陰の陽花見というのは下値乏しきサインなんですけど、例えばこの、チャイナショックの時つけた時も陰の陽花見から上がりました。この時も陰の陽花見から上がりました。ブレグジットの時も陰の陽花見から上がるという具合に、陰の陽花見が下で出ると、月足では弱気はできないということになります。次は週足の方を見ていただきましょう。彼らは月足でも週足でも2点天井を作すんですね。3万飛び714、3万飛び795、同じような値段から下げさせる。28,338、28,389、同じような値段から下げさせる。ただそうは言っても、ここで週足で並び赤出ておりますので、この冒頭線がいずれ効いてくる局面があると私は考えております。次は日足です。日足は、この28,389円以降は、先日も申し上げましたけれども、三角持ち合いから上がるのではないかと、この先日はここを取っておりましたけれども、今回はこの 27,062.31 に対して 62.17 とわずか抜けませんでしたので、こちらを三角持ち合いの ABCD 波にしております。そして E 波は完了して上がってきているという感じですね。今週、来週初めの相場でこの 27,060 円に挑戦、ないしはそこを少し抜くところが出ると思います。ただ同じ値位置はノック3回では抜けませんので、1回やはり下を押してから次の本格反動があるのではないかと思います。なお、次の詳しい見通しはまた YouTube で皆様にご紹介したいと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。